ベーカー、南人工衛星追跡用カメラベーカーナンカメラ、ジョセフナンはアメリカの工学技術者である。1956年にジェームズ・ジー・ベーカーと共に一連の人工衛星追跡用のカメラの開発に携わった。これらはそれらの設計者に由来してベーカーナン・シュミット式望遠鏡と称され、大型の格子や写真用カメラを組み合わせた調整密追跡システムである。 ジョセフ・ナンはこれらのカメラの機構部の設計を担当して、ベーカー博士はカメラを開発した。光学系はパーキン・エルマによって製造され、カメラはボーラーチブンズによって組み立てられた。このカメラはソビエト連邦のスプートニク1号人工衛星の追跡データをもたらした。1958年8月に STP ネットワークの12機のカメラで構築された。 それらのカメラは解体される1991年まで運用された。それらのカメラの一台は小天体追尾計画で使用するために再整備された。ジョセフナンはカリフォルニア州パサデナとサンマルコに居住した。彼の開発した人工衛星追跡用カメラは1958年にスミソニアン天体物理観測所によって人工衛星の追跡を目的として 世界中の12カ所に設置され、その中の1台は東京天文台三鷹観測所に設置され、1968年に同平観測所に移設された。現在は姫路科学館にて展示されている。月面上のナンクレーターは彼に由来する。ありがとうございます。